ました。ケマスクッキング、今日やる料理はね、はい、じゃじゃーん、パスタ買ってきましたってことでね、今日はもう超簡単、もうめちゃめちゃ簡単、シンプル、超楽チンパスタやっちゃいます。はい、調理スタート。はい、今日の材料説明いきます。今日はね、早うで3分のこのママパスタ買ってきましたね。これをまあ 100g ですね。それから、この今日はね、この鶏肉なんですけど、これも唐揚げ用にカットしてあるやつが安かったんで、こっち買っちゃいましたね。これが 140g で、あとはもう刻みネギ、粉だけ、はい、これだけです。じゃあ早速調理の方行ってみたいと思います。よし、じゃあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。まずね、はい、フライパンに、はい、火つけたら、はい、まずね、水を 500cc、はい、入れちゃいます。はいはい、今日はなんて簡単なんでしょうってぐらい簡単ですからね。はい、そしたら、はい、味付けは、はい、毎度おなじみね、人参のつゆ、こちらを、100cc ですね。よいしょ、はい、100cc、 はい、めんつゆさん入ります。 500cc に対して 100cc のめんつゆです。はい、これに、先ほど買ってきたこのね、あの鶏ももちゃんね、これもカットしてあるんで、このまま入れちゃいますね。このままこんな感じでもうカットしてあるんで、ちょっと大きめでもいいんで、このまま入れちゃいます。よし、おい、ね、これはこういう風になってなかったら、普通のね、鶏ももだったら普通にこうカットすればいいですよ。まあだいたいね、150g から 200g ぐらい入れればいいんじゃないですかね。よし、さあ、そしたらね、これを沸騰するまでまずは待ちます。してきました、はい、そうしますとね、まあね、こう鶏肉ちゃんからこのようにちょっとね、アクが出るんで、アクだけね、この網なんかでやるとこうやりやすいんですけど、余計にね、取らないで済むんで、網なんかでこんな感じでしっかりね、最初のアクだけはしっかり取りましょう。はい、こんな感じで、はい、網を、アクを取っていきます。よいしょ、はい、はい、こんな感じでアクを取って、はい、はい、そうしましたら、はい、ここに沸騰した中に、今日は、このね、3分茹でね、3分茹でのパスタなんで、3分間茹でていきます。で、ここでこんな感じでね、バーッとこう入れて、で、これね、大体こうギリギリなんで、ちょっと沈みらすぐ沈むんですけど、もしフライパンがちっちゃかった場合は、もうパンと割っちゃってもいいですね。割っちゃってもいいです。もうね、こんな感じで、もうちょっとだけこうあれすれば、もうこのサイズだと入るんですけどね。はい、一本逃げたな。逃げたら戻すね、これ基本ね。よし、で、そしたら、はい、ここで、はい、入れたら3分茹でなんで、3分いきますね。はい、3分間スタート。はい、よし、いやー、もうね、やることって言ったらもうこれだけですからね。もうね、このパスタはとにかく、そもそもこの塩味が入ってないんで、パスタそのものに、あれなんですよ、よくだからパスタ普通に茹でるとき塩って結構多めに入れるんですね。で、それでこう下味入れていくんですけど、この方法だとこのね、元々のね、この出汁をね、この茹でながら吸ってくれますから、一石二鳥なんですよね。で、それでもうその茹で上がったときに、普通はね、アルデンテでちょっと茹で上げてちょっと固めにっていうのが多いですけど、まあこれの場合はもう、このやり方の場合はもうきっちり3分なら3分ね、3分って言われたらもう3分もう言うこと聞きましょう。で、そしたらね、それにこのママのそのパスタはもうすでにここに書いてあるように、もうほほ笑みがね、約束されてるんですよ。だからこれさえ買っちゃえばもう笑っちゃうんでね、もうほ笑むしかないです。なんでこれを買った場合はもう完全にほほ笑ましい気持ちになるんで、これをはやっぱおすすめですね。で、これ大体3分間の茹で時間なんですけど、これ6分とか、あと早いやつだと2分のやつもありましたね。まあ大体まあ3分ぐらいが結構、なんつうかな、太さもね、いい感じに上がるんで、まあ3分間をまあ推奨しますけどね。まあでも3分で上がるってことは、まあ結構、まあカップラーメンと大して変わんないですよね、作る時間は。それでまあ本当に美味しいのができるので、ちょっと楽しみにしててくださいね。とりあえずこの3分間しっかり茹でて、3分間あれば、まあ十分このくらいの大きさの鶏肉も煮えますので、ちょうどいいと思います。はい。
はい、ちょっとね、3分経ちました。はい、どんな感じかね、ちょっとね、見てみたいと思います。どんな感じかな、ちょっとね、1本食べてみます。いい感じですね。さあ、こんな感じで、もう、麺もいい感じに、火が通ったんで、もうこれでもう完成です。さあ、そうしましたらね、はい、こんな感じで、はい、器の中に、盛り付けて、よいしょと。よし、はい、こんな感じで、はい、盛り付けたら、はい、最後の最後に、はい、たっぷりのね、なんつうの、刻みネギをこんな感じで添えてあげて、よし。はい、完成しました。今日の簡単料理ね、ラーメンみたいなパスタですけどね、はい、今日の簡単料理、パスタの、鶏汁パスタの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。はいはい、今日の感じこんな感じだよ。はいはい、美味しそうに取れてるかな。よいしょ。もうね、見た感じ、ラーメンみたいな感じですよ。でもパスタですよ。はいはい。じゃあね、早速これを、食べる前に、はい、いつも通り、チューハイタイム。皆さん、お疲れ様でした。乾杯。美味しい、もう美味しいってことでね、はいはい、今日の感じこんな感じだよ。はいはい、もう笑っちゃうね、これね、もうラーメンなのかそばなのかパスタなのかみたいな感じですけどね。はいはい、これをじゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。いやー、鶏肉ゴロゴロ入ってていい感じだな。よし、じゃあ早速いただきます。こんな感じね。いやー、ネギがね、パンと後で、後乗せの感じがね、このね、爽やかなね、薬味のにプンとしてますよ。はい、じゃあいただきます。いただきます。これはもう、めちゃめちゃ美味しい。もう笑っちゃうよ、これ。ほんと、超シンプルですけど、あのね、なんていうかね、ラーメンとこの、なんか、あいのこみたいな感じですね。なんだけど、このパスタの麺って結構こうやって食べると美味しいんですよ。結構この汁をね、ダイレクトに吸ってくれるんで、またね、中華麺とまた違う良さがあるんですよ、逆に。美味しいんですよ、これ。おいしい。でね、まあこれ、ゴロゴロ鶏肉入れたんで、まあ鶏の出汁もね、しっかり、入ってますし、で、このでかい鶏肉いってみたいと思います。おいしかった。おいしい。柔らかくてね、めちゃめちゃいいです。で、今日はこの本当にもうね、あえてこの超シンプル構造にしたんですよ。この鶏と具材は鶏だけ、なんだけど、実際にはね、この白菜入れたり、なんかお野菜、大根とか入れたり、なんでもいいんですよ。その3分間で ゆで上がる、そのお野菜の感じだったら、こう、大根だったらもこう細く、薄く切ってね、とかね。で、いろんなアレンジ効きますから、で、ネギも今日はこの薬味でこうさっぱり仕立てにしましたけど、最後にさっと入れてもいいですし、そこはね、やりようはいくらでもあるんですよ、このアレンジ方法は。なんだけど、基本的にはこの、汁に入れてこう具材を入れて、そこにもうパスタを入れて、パスタをそのままその茹でていっちゃうって、その手法なんですよね。そうするとこのパスタにそのこの出汁の味がきっちりもう入っていきますからね。これね、またラーメンと違う良さがあるんだよね、なぜか。ラーメンはラーメンの良さあるんですけど、パスタ、だからこの、なんか、まあ一応ね、スープパスタってジャンルあるけど、それだと、こうなんていうか、こう、洋風の方に偏ってるイメージあると思うんですよ。こう、まあトマトとかクリームとか。なんで、まあ僕はね、そういう専門家じゃないんで、あえてね、変わった食べ方提案してる感じなんで、まあこれを皮切りにね、まあ例えばこの豚汁パスタとか、意外性のあるものをどんどん作って、発表していきますね。で、とにかくこのやり方っていうのは、パスタ、
にとってはあんまりやらないとは思うけど、結構美味しいんで、実際にやってみると、あとね、フライパン1個でできちゃうし便利なんですよ。後片付け楽だし、でね、これ味変はこれだとあれなんですけど、胡椒入れるといきなりラーメンっぽくなるんですよ。本当にこのラーメンっぽい感じがすごい出るの、この胡椒入れるだと。もうなんかラーメンって感じよ。で、まあね、このそばのつゆなんで、まあ当然こういう一味とか七味とかも合いますし、逆にこのラー油とか使うとまたね、変わった感じになる。で、ちょっとラー油も入れてみようか。そうするとなおさらね、このごま油の香りも入って辛みも入るんで、また違った風味になるね。いただきます。ラー油が、ラー油が香りがちょっとごま油の香りも入るし、コクも出るし、なんていうかな、このそばでもねえしラーメンでもない、まあパスタだから何なんだろうって感じだけど、バランスはいいですよ。で、このでっかい鶏肉、柔らかい、おいしい。あー、たまるわ。ということでね、今日のこの超簡単料理ね、鶏肉とパスタだけで作りましたけど、まあね、アレンジはさっき言ったようにいろいろできるんで、まずはこの基本のやり方をさえ覚えちゃえば、いろいろアレンジは効きますからね。ということで、今日のこの簡単料理、まあそうだね、鶏汁スープパスタ、はい、大成功です。皆さん、簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。